これ山内は無理して抜きに行かないんですかね。まあどこのチームで聞いてもタイヤはそれほど楽じゃないようなので無理はできない状況ですよね、どのチームも。そしてスバルが入りました。先に入ったビバック86とこのピットストップ5の関係がどうなるか。スバル BRZ が出てまいりました。問題はビバック86がどこにいるか。ああまだ後ろだ、まだ後ろだ。あさあこれであとはタイヤの温まりでどこまで追いついてこれるかビバック86。スバルに対してビバックがすぐ後ろまで追いついてきた。タイヤが温まっていない BRZ、 松井抜きにかかる。今前に出る、前に出る。おお、ここは粘る。やりました。井口地元九州で粘ります。こちら55号車の ARTA BMW M6 なんですけれども、左の2輪のみを交換しました。ということは右は温まったタイヤのまま今前に出てビバックの前です。実質のトップは今この ARTA の M6。 どっちかのコーナー相当辛くなってきてるはずなんで。そうなんですよね。ああそして今ここでインナーに入った、ね、やっぱり抜いていった松井。完全にワイドになっちゃってましたよね。そうですね。おっと、スバルに、スバルに抜かれる。スバルが前だ。井口が2番手に上がります。さあ、そして300ビバック86と、そしてスバルは松井高光、そして地元九州の井口拓人。最後の最後までテールトゥーノースだ。ホームストレートに戻ってきた、はい、前はビバック86ポールトゥーウィン、そして2番手スバル BRZ、 サイドバイサイドでゴールだ。GT300 クラスがスタートしていきます。ビバック86、重いウェイトハンデを背負いながらポールポジションスタート。そしてマザーシャシー勢が前3台引っ張る形になっています。65号車早速ですね、ドライバー交代、そして給油をしていますね。2周目で埋もれて走るんではなくて、空いてるとこに出てトータルのラップタイムを縮めようっていう作戦じゃないでしょうかね。なるほど。レオンがトップ、その後ろにビバックなんですが、今6秒8の遅れ。ここでビバック入っています。タイヤ今変えてないですね。変えてないですね。これで、あ、ここでビバックがレオンの前に出ました。タイヤ交換分だけ前に出ましたね。これはまたこの300クラスの優勝争いも面白くなりました。そうですね。そして300クラス1秒8まで来た。これは捕まりそうだな。レオンが来ました。松井選手つらいぞ。ガモナオヤ、そうですね、とりあえず内側走っとくよね。はい、はい、アウトに振っていった。ストレートスピードが違います。お、外側に、外から回っていった。回り切ったか、回り切りました。先頭、全然こうレオン先頭、歯が立たないね、はい、最後の鈴鹿1000キロ300クラスはレオン AMG が制しています。2018オートバックスーパー GT 第6戦 GT300 クラスのスタート。こちらは後方マッハ車検も前に来ようというところですが、1コーナーを取ったのはスバル BRZ、 そして2番手争いホッピーと、3コーナーで前に出たのはホッピー、なんとか守った。トップスバルが入ります。300ですけれども入っていない車が3台います。入った中ではスバル BRZ がトップ、2番手にゲーナー10号車。ちなみにこの2台のタイム差はおよそ9秒ですか。9秒の差です。このスバルはいいこう、まあ、戦略も、まあ、タイヤも全てパーフェクトにいってるということですね。そうですね。おっと接触だ、クラッシュ。あグリーンテック、ね、31号車接触だったのか。あ接触だ。あ逆半を切ったがもうどうにもならず、そのまま接触。ここに来てセーフティーカーですか。なんとスバル BRZ はゲーナー15車と19秒のタイムマージンを失います。お願いします。山内選手、今シーズンの悔しさはこのレースのためのお膳立てだったのか。スゴー300の勝利はスバル BRZ。 そしてスバルやりました、山内井口やったねという。
2018オートバックスーパー GT 最終戦 GT300 クラスのスタート。マネパランボルギーニ、そしてその横からチャンピオンを狙えるレオン AMG、 さらに初音ミクも来ている。インナーから初音ミクが2番手にアップ、さらに順位を落としていくか。レオンが4番手まで下がったように見えましたが、どうでしょう。2コーナー回って4番手、今マルコマペルリですけれども、後方片岡までは13秒4。あっと、いや左のリアタイヤバーストしますね。左のリアが遅い、トップランボ、ペースが落ちてる、はい、ペースが落ちている。マネパランボルギーニ、あー左後ろだ、あータイヤが、タイヤがストレートが、圧倒的なマージンを持っていたマネパランボルギーニ、ここで緊急ピットイン。300クラス、レオンがですねピットインしてタイヤ交換なしで出てきましたね。やはりタイヤ交換しない、ね、だから黒沢選手かなりやっぱりセーブしてる。そうですね、そしてマネパランボルギーニはそのレオンの後ろになってしまいました。初音がピットに入ってきたんですけれども、左の二輪しか準備してません。あ、左二輪交換、まだジャッキが降りない。後輪がちょっと時間かかったが29秒5。谷口がそれでは後半の長いスティントを担当。レオンと初音ミクが入れ替わっている。入れ替わりましたね。向こう間やっぱりその2本分前にいますよね。あとはこの後のペース次第ですよね。そうですね、はい。プリウスなんですけれども、タイヤの準備してません。無交換作戦です。あ、ピットインのなんとプリウスは無交換。現在ピットイン組のトップはレオンです。そのレオンがどこにいるか。来た来た、レオンが来た、ホームストレートに来た。そして間もなくピットアウト。タイヤは温まっている、タイヤは温まっている。プリウスどちらが前だ。さあ加速していくプリウス、レオンと1コーナーはレオンが前。29歳の誕生日を最高の形で終えるガモーが今レオンチャンピオン決定のフィニッシュになるんでしょうか。あとは ARTA 次第ですが、あー ARTA 来ましたんで、これでレオンクストス AMG も逆転チャンピオン。300のスタート、こちらはホッピー86、そしてその後ろからは K チューンズ RCF、 後方からはゲーナーと、そしてスバルの4位争いですが、ここはスバルが守りました。この RCF がね結構いい勢いで来てるんで、そうですね、これを抑えれるかどうかがポイントになりますね、はい、これが今実情の3番手争い。これリアは変えたんで、リアさえ温まればスバルもペースは上がると思うんですけれども、 そこまで耐え抜くことができるのか。この後スプーンに向かっていきます。左を取られるともうスプーンで譲らざるを得ない。次スプーンはインサイドが左コーナーですから、はい、そうです。これでちょっといかれちゃいますね。坂口瀬良がインサイドを取った、そのまま前に出た。まあ、覇者圏に対してこのちょうど試験員の飛び込みで K チューン前に出まして、これで2番手に実質上上がった形です。さあそしてこちらはホッピー86松井貴光、前のラップは2分3秒、一方の坂口瀬名 K チューンズは2分1秒8、2秒ほど縮まって、ご覧の通り前ラップ綺麗に2秒ずつ縮まっています。ちょっと厳しいねこれね。土屋武史監督、何を考える、何を思う。さあそしてその間にホッピーの後ろに K チューンズ来た。松井と坂口、やれるとしたら逆バンク、あこのままアウトを取っちゃった。さあ、うまくブロックするね。うまくブロックする。この後ダンロップに行って、まあでも時間の問題って感じしますねこれね。さあ横に並んだか、アウトサイド。レブナーの飛び込みはどっち。前に出た坂口瀬名トップ、ついに前に出た、喜ぶ新田。 K チューンズ今シーズン開幕戦に続いての2勝目、そして新田選手はこれで最多勝更新22勝。皆さんどうぞ大きな拍手をお願いします。笑顔になるようにピタッと3台並びました。スリップが使える後ろの車が吸い寄せられるように近づいてきますが、こういうパターンってアストンマーチンがドンっていくと GTR も一緒について入ってくると一度に2台抜かれるっていうこともあるんで、とてもこの緊張するでしょうね。さあイン側に入ったオリベイラターン4、
インナーを入った、インナーに入った、オーバーテイク。10号車も行く。さあそしてゲラ10号車星野もオーバーテイク、一気に2台に抜かれてしまった。これを待ってました。そうですね、はい、まさに今の言った通りになっちゃいましたけど、うまかったですね。リステーションバンテージ、変えてない方、そうですね、右側ですね、左側を、そうですね、左二輪交換でしたもんね、はい、確か。うわー、右側です、右後ろ始まりましたね。そういう、まあ、2秒5あったものが1秒1です。平峰と石川ペネストラス、あんまり見たくないよ、なんか顔色が悪くなってるような感じでしたけどね。本当ですね。さあここチャンスあるか、石川平峰に迫る。ただ後ろからは500の3位争いが来ています。逆に500を利用できると、あーっと、さあインガーをつく、インガーをつく、石川インガーをついた、平峰、あーっとアウトサイド入れ替わった。これはちょっと自分のチームの500の車が、うわー、なんとこれは、ね、300はなんとゲーナートリプル A 優勝をもぎ取りました。2位がリアライズ GTR。 長く続いたんでね、勝てない時が悔しかった、勝てて終わったと思った。上位争いがもう10ずつ投げになってしまいました。すごいことになりましたね。先ほどまでは3台の対立だったんですが、これが 1,2,3,4,5,6,7,8 台ぐらいの対立になっています。あ、これ入ってきた、インナーについた、脇坂トップに踊り出る。ああ刺した。さあそしてここでも、はい、片岡がこれで2番手に上がる。さあそして抜いていった、片岡がうまく利用して抜いていった、トップ、トップ初音ミク。あーと大雨だ、1コーナーです、1コーナー大雨、全車これはスピードが上げられないというレイン直下、これおそらくみんなドライタイヤを履いている時だと思います。そうですね、すごいことになる。あでも何台かこれレインいるじゃないですか、はい、ARTA はこれ多分レインですね、レインじゃないですかね、はい。マクラーレンパローが K チューンズを狙っていく、前に出るか、あーレックスパロー前3番手入った。さあ、インガーに入った第2エアピン。アレックス・バローが前。これでトップマクラーレン720です。え？あれ？吉本選手、このスーパー GT 参戦100レース目。なんと2位まで上がってきてる。さあ、参戦100戦目。もう一気に近づいた。これドライタイヤでもう。はい。来てんじゃないですか。圧倒的にペースが違う吉本選手。さあマクラーレを抜いて、これでシンティア・マルシェフがトップ。おー、これまで予想外の、なんと気がつかなかった。マクラーレンの夢を打ち砕くオーバーテイク。どこでどういうタイミングスリックだったんでしょうか。よし、すごい。でもね、吉本選手はピットイン1回なんで、ずっとドライで粘ってたということですね。ずっとドライですね、だったら。なるほど。300の勝者はシンティアム RCF、 宮田理とも喜ぶ。チームのみんなにほんまにおめでとうってね言いたい。ありがとう。